皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、こちら。トミカプレミアムナンバー26番、日産スカイライン GT-R BNR32 になります。スケールとアクションは、こちらに書いてありますね。スケールは62分の1になります。で、アクションとキミックはサスペンションとサイドア開閉になります。まあ、このような感じで。 窓枠が開閉します。でこちらには日産のロゴマークが書かれています。でこちらには。 材質表示が書かれていますそれでは開封していきますパカリじゃじゃーん取り出します 福袋プレゼントの紙が入ってました。でこちらが本体ですね。では全体を見ていきます。まず左側面。正面。右側面。後ろ。真上。 真下ですね。メンドインベトナムベトナム製になりますで日産スカイライン GTRBNR32 と英語で書かれていますで2017年製のトミカになりますおそらくもともとの数字だと思いますでスケールは62分の1でトミートミカという文字も書かれていますね で、サスペンションありますでは詳しく見ていきましょうタイヤのホイールも忠実に再現されていますね前側には GT のロゴマークが書かれていますガシャン。中を覗いてみます。ハンドルや ギアの部分、そしてシートの部分まで忠実に再現されています。この背もたれの部分はグレーで塗られていますねで。後ろの座席はこんな感じになっています。 パタンで前ですねこのウィンカーの部分もすごくリアルに作られていますよねでヘッドライトはクリアーパーツになってます でナンバープレートの部分には、スカイラインという文字が書かれていますねで。このフロントグリルの部分もしっかり作られていますね。ボンネットの部分には、スカイラインのロゴマークが書かれています。ルームミラーもありますね。

で、後ろですね。同じくナンバープレートの部分にはスカイラインの文字が書かれています。右側には GTR のロゴマークが書かれています。左側にはニスタのロゴマークが書かれています。 で走りはこんな感じです。 というわけで、今回はトミカプレミアムナンバー26番日産スカイライン GT-R BNR32 の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。